こんにちは、吉田さん。今帰ったんですけども、FX オリガルヒ35万、また1件売れておりました。ありがとうございます。完全に募集してないんですけども、以前からね。以前は8名の募集で、16名来てくださって、で、全員制約ということだったんですけども、今回はどこで知ったのかね。なんかその FX の講座を今からでも間に合うだったらよろしくお願いしますということで、で、価格を確認をしたら49万8000円と言われてたんですけども、いや、それは来年の1月1日からですから、今は35万ですということでね、価格の、まあ、紹介もスムーズにできたかなっていうところと、あとやっぱりね、その、いろんな投資事の中で、FX って自分の力で勝てるわけなんですよ。他のものっていうのは、例えば土地を買うにしても、株を買うにしても、暗号通貨でもね、買った後ほっとくしかないっていうところで、まあ楽さはあるんですけども、いかんともしがたい、結果を受け入れるしかないっていうところがあって、まあよりね、見る目が必要になってくるのかなと。その予見しがたい未来を予見することですよね。まあドバイで、まあ投資用のマンションを買った人も、2019年、2020年に、その住宅需要が急に落ち込んでですね、まあ、つまり移動がなくなったもんですから、物件を見に来る人もいないし、見なければ買う人もいないってことで、非常に物件価値が、価格が下がったわけなんですよね。なんか3割減とか4割減になっちゃったみたいで、で、買った瞬間に値段が下がったみたいなこともあって、でもそれまではずっと右肩上がりで、これから人口は増えていって、グローバリゼーションがあって、あとは万博があってって感じでね、好条件ばっかりだったんですよ。でもそこに、まあ、例の感染症がドカンといきなりやってきて、予想もしなかった、まさに想定の範囲外のことが起きて、まあ、価格を落としたってことなんですよね。で、そこで資金がすぐに必要になっちゃったオーナーさんは、もう安くてもいいから叩き売るみたいなことになっちゃうし、資金に余裕がある方は、まあ、5年10年かけて待っておこうかみたいな感じで、回復に、まあね、望みをつなぐこともできるしっていう感じなんですよね。で、さらに賢いのが、資金がもっともっとたくさんある人っていうのは、その暴落してもう売り急いでる人のものを根こそぎ全部ね買ってしまうっていう方法で、結局そのドバイのある、ね、レジデンスにはほとんど同じ人の所有者名が入ることになったみたいなビルがあったらしいですよね。まあなかなかね、まあ、ファンキーだなと思いました。私たちにはもうお指のつかない世界なんですけども、肝心なのはやっぱり頭を使い続けること、考え続けることかなと思うんですよ。考え続けたら答えは出なくても答えにものすごく近いところまで来れるんですよね。でも考えない人っていうのは、結局答えを求め続けちゃうんですよね、考えずに。で、そうなると答えっぽい、答えらしいものを手にしてしまうってことになって、それが果たしてどうなのかっていうふうな見立てができないから、鵜呑みにするしかなかったり、完全に、聞き入れなかったりするみたいな極論になってくるんですよね。だからそれが陰謀論のスケール好きであって、回答が、答えが出てない時に、これが答えだ、こいつが悪いんだってバーンって突きつけられたら、わあそんなのかと思ってしまうんですよね。あとはもう聞く耳持たずに感情論のままなだれ込むだけで、で、そこに後付けの理由を無理やりにはめ込んでいって、証拠がある、裏付けがあると、で、メディアは嘘をついてるみたいなね、お決まりの論法で、お決まりの論法で、まあ、深みにはまっていくんですよね。でも自分で答えを導き出す訓練をしてきた人、つまり頭が鍛えられてる人って、まがいものが分かるんですよね。まあ、だから勝ち続けるんですよね、やっぱりね。でもおかげさまで、まあ、大半の人がその継続もしないし、本当の意味で自分で稼ぐとか、頭を使いで稼ぐってことがないんで、まあ、やっていけるところあるのかなと。FX にしても多くの人がちょっとかじっちゃ退場みたいなことを繰り返してるから、ちゃんと腰を据えてやる人が信頼をいただけたりとかね、リリースする商品が売れたりすると。例えばすぐ辞めちゃう人が作った商品なんて、やっぱり危なっかしくて買えないじゃないですか。やっぱりサポートが数年後まであるかなと思ったら安心できるし、じゃあその裏付けとして今まで何年をやってきたのかな、プラスそのやってきた部分を積み重ねずに放送し続けたかどうかなっていうところが、まさに私の FX コミュニティのね、醍醐味であって、ずっと6年間継続し続けて発信して、もうそれこそ何千回出したか分かんないようなね、まあ、そんな動画が残っていて、で、質問にもずっと答えてきていて、で、さらに理論立てて FX を説明することもできると。サポートのメール返信も早い、しかも動画付きみたいな感じで、もう FX で力をつけたいなと思ったら、もう断る理由がないみたいな感じですよね。
まあでもやっぱりそれでも思うのは、自分で学ぶってことをすれば、あの人から教わる必要までなくなるんですよね。まあそれはなかなか難しいから、あのコミュニティに入ってくださるってところもあるんでしょうけども、やっぱコミュニティに入ろうが塾を買おうが、結局手を動かして頭を使うのは自分自身なんで、いくらね秀逸なアドバイスがあっても、それこそ前人未到の参考書があったとしても、それをやるのはあなたですよってことが、 YouTube でもアフィリエイトでも、まあ、何でも、突きつけられるんだなと思いながらの、そんなね、頭でございました。では、いってらっしゃい。